はい、こんにちは、村岡正成です。今日は東京湾に浮かんでおります。10月17日の今、夕方4時ですね。今日はね、2時間だけもないかな、1時間半ぐらいですけど、ちょっとサワラでも釣りたいなと思って沖に来ました。で、久々なんか一人の時間で、まあ、日中ずっと会議とかだったんですけど、午後空いて夜釣りなんですけど、釣りの前に3、4時間あるなっていうんで来てみました。ということで、サワラやりながらね、最近の話とかしながら頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速やってみたいと思います。ホルテンのね、 TG40g にシャウトのね L サイズかな、グレードブックをつけてみました。水深12メーターぐらいなんで、早巻きで狙っていきます。この間1本持って帰って食べたんですけど、子供がねまた食べたいっていう話で、頑張って1本取ってみようかなということで来た次第です。まあ、サワラはね、魚辺に春って書きますけど、どう考えても秋の方が美味しいですよね。夏前かな、産卵だから、その時期は多分卵の方に栄養がいっちゃったりするのかなと思います。ちょっと移動します。いやー、でも怒涛でした。南米から帰ってきて、キャスティング品川のイベントの1日以外はもう毎日行ってるんですけど、もう毎日毎日忙しくて、めちゃくちゃ充実してましたけど、ちょっとね、体はボロボロってぐらい疲れてますが、まあ、なんか最近疲れやすいので、まあ、こう逆にね、こう負荷を毎日かけて体力回復、体力アップなんかもねやろうって言って、まあどっちかっていうと体を動かす、1日10時間ぐらい沖に出てたのが6日間か7日間ぐらい、もっとあるな、9日ぐらいありましたので、まあやっぱ足腰相当くるんですけど、そういうのも含めてトレーニングですかね、そんなイメージでやっておりました。さあ、水深15メーター、ちょっと反応が見切らない。ぽっかり固まった群れを見つけたいんだけど、パラパラなんですよね。いやー、穏やかでいい日だ。そうだ、で、夢の島マリーナのお魚祭りと品川のね、キャスティングのシーバスフェスタ、たくさんのね方に来ていただいてありがとうございました。で、自分は南米行ってたんで夢の島の方は行けなかったんですけど、キャスティングの方はね朝からいました。で、土砂降りだったので、駐車場入れないと嫌だなと思って、朝7時には着いてて、8時ぐらいからね会場にいて、でもすごい雨で、なんか噂ではもしかしたら中止になるかもなんて言ってて、まあ8時過ぎからね続々各社ブース出して、どうなるのかななんて思ってたんですけど、8時には結構な方が並んでて、まあブルブルに並んでるのかなと思ったらそうだったようで、結果的には本当にね寒い中、結構下手したら2時間待ちぐらいな勢いでしたね。待っていただいて本当にありがたいなっていうのと、なんか申し訳ないなっていう、やっぱちょっとお待たせしてる時間もね、何かしらできないかなと思って、でもやっぱちょっと準備不足というか、仮物の会場だとね、なんだろう、なんかムービー流すとか、なんか暇つぶしできたらなとか、あとはまあ今後1時間以上列ができそうな時は整理券なんかもね考えていいんじゃないかなと思いました。まあ、多少前後しちゃうかもしれないけど、大体何時から何時に来てくださいって言って、でその時間にね来てもらって、待ってる時間ね他も見れたりできるので、そういう風なことをね社員に指示しました。で、あと大雨だったんで、お客さんをね雨に、まあ、傘も含めて雨の中待たすようなことしないように、まあ、それだけね社員に指示して、まあ本当にすごいなと思ったな。うちのスタッフは意識高く、本当ねすごい集中力で最後までやってるなと思って、まあ、素晴らしいスタッフだなって頼もしいなって思いと、まあそれでもね寒かったんですよね。だから結構並んでる方の、まあ、時間つぶしも兼ねて、マサチャンネルのねステッカー配りに行ったり、まあついでにねチャンネル登録者を増やしてみようと思って、残念ながらほとんどの方がもう登録済みで、あ、登録済みですみたいな感じで、でステッカーを渡してって、まあわよくばタトーラットフィッシングみたいな感じで一気にチャンネル登録者を稼いでみようと思ったんですけど、ほとんどの方が登録済みでした。でもね50人ぐらいかな入っていただいて嬉しかったのと、まあ、それでもねやっぱそれが終わった後、まあ、延々列が続くんで、まあなんかないかなってんで、まあ、ちょっとお菓子買って配ったりしてお茶を濁してたんですけど、そういうのも含めてね改善していけたらいいかなって思った次第です。ほら反応出てきた、反応乗ったよ。ほら
反応です。反応があればね、出るんじゃないかと思う。夕日が綺麗ですね。タチウオもいそうな反応。サワラ船がいても周りもいなくて、ちょっとそこが不安ですね。そういえばキャスティングの時思ったんですけど、やっぱお客さんがだいぶ入れ替わったなっていう、十何年やってるんですけど、昔と顔ぶれが結構変わったなっていう。出店メンバーの面々はあんまり変わってない、みんな年取ったなって感じで、若い時からあの会場にいたような人が多いんですけど、お客さんはすごい若返ってて、カップルとかこう1年2年3年で始めましたって人がとても多くて、まあ頼もしいなというか、まあ、あとは長くやってた人がどこ行っちゃったのかなとも思ったんですよね。まあ当然買えるっていうのがついてくるイベントなんで、当然皆さんお目当てのねものを買いにいっぱい来てたし、まあ、ブルーブルーなんかあの UFO キャッチャーが、まあ、初登場だったので、どんな感じでね撮れる撮れない、それもね含めてまだ経験値がなかったので、その設定が大変だっつって、高橋中心にね社員がみんな宿泊してましたけど、まあ、それもまあ別にねこんなもんで儲けなくたっていいんだから、お客様は楽しかったっつって笑顔でね帰ってくれるような感じにしなさいって言って、でなんかまあルアーだけだとやっぱつかめないみたいで、ゴムをボディに巻いてそういう工夫をして、そうするとね引っかかってそれが拾えたり、なんか連鎖して3つ取ってた方 2,3 人見ましたね。でなんか4つ取った人もいたみたいで、そうするとね UFO キャッチャーらしさというかね、1回500円でルアーが最高3つ取れる可能性もあるっていうね、まあ、そうやって楽しんでもらえてよかったなと思います。ただねシーバスがやっぱり昔と比べて今年は特に減った感がありますよね。まあシーズン前っていうのもちょっと遅れてるのかなって思いたいですけど、なんか台数減ってるような気がしたんですよね。10月の、まあ、当然こうシーズン真っ盛りにイベント企画するわけですが、あれ始まりきってないなっていう、まあ確かに水温とか他のエリアのねいろんなこの全体の連れてる情報を見る感じ、9月中旬のねなんか9月下旬ちょっとまだまだなんだろうなっていう雰囲気を受けてたんですけど、なんかねまだ始まってない、始まってないだけならいいけどっていう嫌な予感をするこの秋ですね。だからやっぱ結構軒並みいろんなブース回って各社の話聞きに行ってたんですけど、学者さん結構数字落としてるって言ってて、そこまでかって感じしました。物が動いてないなっていう話で、まあ一業界人としてはちょっと心配な。ヒロインのジャーキングで、お鳥が来たよ。あそこやるかな。あ素通り残念。サワラ跳ねないな。なんか SNS でもあんまりこの数日は見ないですね、サワラ釣ってる映像をね。あ、浮いた浮いた浮いた。よしよしよし。あそこあそこ。ベイトが浮いてる。チャンスチャンス。サワラ跳ねてないけど、ベイトが浮いてるってことは、シュータがいますよ。しかも反応あんだけどな。場所はいいと思うんだけど。2箇所浮いたね。いやー、でも本当に疲れてますね。まあ、秋シーズンはね、疲れるんですけど。今日はね、2時間ちょっとですけど、昨日も10時間ぐらい海の上いたし、一昨日もそんぐらいいましたね。だから、これぐらい穏やかならね全然疲れないけど、それなり吹くとやっぱりドッタンバッタンしますからね。もう帰ると足痛い、腰痛い、背中痛いで全身ぐったりって感じになりますよね。まあそれでもね楽しくて、そこにイワシんだけどな。サワラガシもほんとね飛んでたエリアなんですけど、3日前の大雨の前はあの嵐の日からあれサワラが飛ばなくなっちゃったのか、どっか行っちゃったのか。でもいわゆるフィッシュ板に持ち上げられた反応ではあるので、よし食った、よっしゃーサラダ、よし食った、よっしゃーサラダ、どっか行っちゃったのかって言ったら、行きますよって感じ。いやシングル1個だからね、おぉたまんないよね。これが船見た瞬間に3回走ります。おお、まずまずもう1回ぐらい突っ込むけどな。
あれ突っ込まない。いいのをもうランディングして、いいのまだ1回しか突っ込んでないけど、回して回して回して、バラ勝手に回ってくるんで、よっしゃーよっしゃー、へいへい、釣れた、釣れました、嬉しい、オルテン TG でした。はい、サワラです、完璧。いいね、ちょうど 1m ぐらい、うまそう、我が子に捧げるサワラです。迅速に締めます。はい、サワラ締まりました。美味しそうないいサワラですね。もうワンチャンあるんじゃないかな、もう帰ってもいいんだけど、やっと鳥が浮いてるから、鳥がね回り出したんで、このライン、ここら辺でいいはずなのになっていった瞬間に来ましたね。オルテン TG のなんかアンリミテッドの池上船長が、もう昼でも真面目でも絶対のはゼブラって言ってたんで、グローの、まあ、それを信じて今日はこれをチョイスして、まあ富山君もよこればっかり馴染ませんね。でシャウトのブレードフック L サイズをつけました。これがねトラブんなくて本当にいいんです。もう絡むってことがほとんどないんで、そうそうそう、やりましょう。だいぶ暗くなってきた。いやー、サワラ釣り面白いな。今回のは1回しか突っ込まなかったですけど、で見てからの攻防が結構醍醐味。あの結構多いのが船からすぐ近くでヒットするときなんかは、そのいきなり一発目のファーストラン発動しますよね。今みたいに遠くでかけてくると、まあ、細い魚なんで1回2回突っ込んだ後は比較的早く寄ってくるんですけど、その寄ってきて船を見た瞬間のなんかチキャーンっていうのが、なんかエンジンに絡むように船の下の方に行くんですよね。そこを予測してないと結構船の底に当たって切られちゃったり、あのエンジンにね当たって絡んじゃったりとかしてバラすんですけど、あとはジャーキングでも釣りたいけどな。ジャーキング出んのかな。今水深 10m ぐらいで釣りましたかね。10から5ぐらいの間で、これ240でみんな大好きゴールドサバカラー、ボンベイトだらけ。でもさっきサワラ閉めてたら胃袋エラの下全部入れたらあれが出てきました。カタクチバシが9センチぐらいでしたね。なんかちょっとちっちゃいベイトなんだよな。ブローイン125とかが当たったりするんでしょうけど、ブローイン125はやっぱ切られるんですよね。14とか16ぐらいないと。ブローイン125俺多分何回かな、3回食わせて3回ともそのままカットですね。怖くて投げらんない。3個中1個はそのまま浮いてましたよ。ベイトいっぱいいる。東京のね夜景が綺麗ですね。ああ跳ねた、跳ねたの見ちゃった、跳ねたの見ちゃった。わあ、そこも跳ねたの見ちゃった。見ちゃったら行くよね。ここもすごい反応あんだけどね。右と左で1本ずつ、下のと同じぐらいのサイズが、夕焼けの中シルエットでねジャンプしてるのが見えました。反応もすごい、モリモリ。ジョルティで立ちを出そうな反応だな。ちょっとジョルティにしてみましょう。完成したばっかりなんですけど、ジョルティの 46g です。誰もいない、サワラ船が。立ちをがいそうな反応だけどな。暗くなってきてしまいました。まあでも本当ね、そんな感じで、この後ね熊本のイベントがあって、熊本ちょっと多分自分行けないんですよね。行けないっていうか、多分俺がスケジュール帳から外れたのか、いつやるんだか分かんないぐらいの、スケジュール帳全員入ってたとこ自分外れちゃってるんですけど、多分行かないんですが、まあ、そんな感じでね、なんとなくちょっとシーバス業界が調子が悪い、不調だという話をたくさん聞く中で、ブルブルおかげさまでね、本当に多くの方に求められてて、本当に感謝感激です。最近ねちょっと話しづらいんですが、まあそういうね、こうなぜそういう感じになってんのかっていうね分析なんかを、まあそういう専門職の人とかとやってるんですけれども、結論は分かんないですよ。分かんないけど、やっぱ確
実に一つの要素としてはやっぱただ釣れるっていうんじゃなくて体験、価値、ワクワクする楽しさ、そういった要素が確実に伝わってて、でまあ今の時代これ言うとまたあのダイソーの時みたいにダイソー VGA 問題みたいに炎上しちゃうんですけど、結局個人主義で合理的にね価値の中で生きるか、家庭家族主義でね家庭的で情緒主義で体験とかね感動とかそういう感情を大事に生きるか、まあ、そこの狭間にあるんだと思うんですよね。釣り具業界も同じような流れが来てて、であらゆるアパレルでも何でもそうだと思ってます。だからハゼ釣りなんかで今東京マハゼっていうブランドがあって、でこれあの桜釣り具さんって、まあ、超老舗のね江戸前の釣り竿屋さんがやってるんですけど、東京マハゼって言ってハゼ釣りのね延べ竿それなりの値段で売ってるんですよね。で自分もそれ買って使って、でハゼって魚は、まあ、それこそシーバス以上に多分それこそ100均で売ってるような安い釣り具でも全然釣れてしまう魚で、だから高い釣り具で使う意味が全くないっちゃないんですよ、釣るってこと自体には。だけどそれを楽しむって考えた時にそういうねこう感度がいいとかそれに設計されてるものの楽しさ、そういったところでまあそれなりにねこう評価されてるブランドで、まあ、自分もわなんかかっこいいなと思って、まあ、そのハゼ釣りにもそういうこだわり持ってやってるっていいなと思って自分も買って使ったりしたんですけど、まあ、本当そういうふうにブルブルに限らずです分かれていく時代が今を訪れてるんだろうなって思ってます。でまあどっちがいいよって話じゃなくてね、まあ、面白いのはどっちでもいいんだよってあらゆる動画で言ってるにもかかわらず自分のような考え方と逆の人たちはなぜか怒るしなぜか噛みつくし、まあ確かに一つの主張を表明して反対側の人っていうのは攻撃と受け取るので、まあそれはそれでしょうがない、まあそれをゼロにしようとは思ってないんですけど、だからそっちにばっかり流れていくねこの世の中をちょっと止めたいなって思ってる一人としては、まあ、その怒ったりするぐらいだったらなんていうかな、まあ、どっちもあっていいんでそういうのね考えたらいいのになって思うんだけど、そういうこと言うとまた炎上するからやめます。ここ切り抜き禁止でお願いします。わー綺麗な、この夕焼け東京サンセットですね。よしじゃあ帰ってお魚さばくので、この後ねさば帰ってさばいてババッと魚だけ調理して、私は今夜の干潮、もうすぐ満潮なんですけど干潮でねウェーディングをして私バス釣りに戻りますってことで、ご視聴ありがとうございました。サワラ1本。